滅多にいない。各うちらも手伝うよ。各何肝心な時に固まってるの。任せて。ぼーっとしないで。動かない。あなたたちが加減を忘れたからやけくそになったのかもしれない。カク、さっきまでどこに行ってたの？とにかく平坦から力を取り入れる速度をなるべく遅くしよう。他のことについてはあなたたち次第だ。連携作戦ね。
時間だ。天地三歳ハゲソレ、これを捨て、そこまで。さあ終わりを告げようか。動かない、エンジン点火、パワー全開、当たれ、青エーターの力を事前に使い始めたの。うわ、こっちのパルスだよ、くらえ。世界を引きずる力を私たちに使ってるわけ。その通り。幸い釘は完全に抜かれているわけではない。だから力も完全なものではない。さっき話したように、私もなるべくその吸収効率を下げている。やつらを目覚めさせよう。おっと、やっほー、来て、せい、ビュ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 、イエー、スマスマ、ジュンタ、忘れて、星々の流れよ。やっ、どれ、魚の上だ、やっほー、せい、私に任せて。ではまだ力が残ってたように見えたんだけど。チャック、何をしやがった。前に見た時と同じ喋れる犬なんだね。犬はお前だろ。仕掛けはとても簡単だ。小弱たちが作り出した隙を利用して一番衰弱している機械を見計らい、エータンとのつながりを遮った。今はもう外から影と関わりのある力を操ることはできない。あ、さっきから見かけなかったけど、ずっとそうしてたの？いや、実際エータンから離脱することは思っているほど簡単なことではない。すべての条件を満たしてみたが、想像以上に消耗が激しく、私の意志が逆にそこに閉じ込められてしまった。失望したよ、ドニグル。先走って英単の力を無駄遣いしなければ、ちょうどあの時に復帰することはなかった。でも、ドニグルがあんなに長い間準備してたんだから、通路がわけもわからず現れたのも納得がいく。さてと、
ようやく話し合えるね。老朽の境遇に不満を感じてたのはわかるよ。でもみんなは今悪くない暮らしをしてるじゃない。不満？どうして？ああ、確かにお前の言う通りだ。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。私はバランスを求めているだけだ。老朽と桜花の過去の遭遇に公平さを感じたやつなんていないだろう。その言葉、ついさっき思い出したように見えるけど。ドニグル、どうやら本当に何も知らないようだね。あんた、これじゃ何のメリットもないことにもなってないよ。あんたを説得するつもりはないんだけど、でも栄誕のこともあるし、この件はもうここまでにしない？うん。桜花の法律上、未遂犯は深く追及されないものだしね。おかしい。本当に笑えるな。たとえそうだったとしても、俺の恐怖になれるだなんて、どの口が言えたんだ？はいはい。うちも試しに説得してみただけだよ。話が通じないなら、奥の手を使うしかないね。私にやらせて。何するんだ！やめてくれ！あれ？お前、自分が何をやってるのか分かってるのか？あれれれ？さっきの声、わざと声を低くして話してたの？まあまあ、今はもう迷惑をかけることなんてできそうにないけど、さすがに濡れ衣を着せられちゃたまらないからね。濡れ衣？そうだよ。まさかその張本人が忘れてたりしないよね。なんとかしてあんたのために厄払いしないと。今はピンピンしてるけど、念のため万が一の事態が起こらないように順番に面倒を見よう。それにかなりの騒ぎになってるし、他の人に聞かれたら説明しなきゃいけないし。説明しなきゃって、もしかして俺を？少女くん、今回は割と話が通じるんだね。桜花に染み出す影の根源を遮断したいなら、あと何日かは老朽に滞在する必要がある。よくもそんなことを言えたものだね。あなたのせいで夢追い人はこんな目に遭ってるんだよ。さあ、自分から厄払いに手伝ってくれるなら、桜花に戻ったら高級ドッグフードを買ってあげる。彼を追い詰めても無駄だよ。何しろドニグルは犬だから。犬はお前だろ。おい、それとお前、尻尾をこれ以上触るな。あと下ろせ。ああ、ごめんごめん、ついやっちゃった。続けて。とにかく何があってもそんなことをするべきじゃないけど、すべてを元通りにするためには術を一人呼び覚ますしかない。もしかしたらこれはただの始まりじゃないのか？その通り。手間をかけさせたけど、結局のところこれ以上悪化させることはないだけなんだ。そうなのか。でもこんなに多くの人たちが守ってくれてるから、これを追加課題にすれば相当高い点数をもらえるかも。もしかしたら論文も発表できたり。学校に通うことがなんだか恐ろしいことみたいに突然思えてきたよ。科学考察にとって
これもまた面白いことになってるよ。でもそれがいい知らせか悪い知らせかはわからない。そうだよね、コラリー。さっき接触した人から見れば、術が守っているルールのせいで彼らは接しづらくなってるんでしょ。それで次はどうする。じゃあ角おばさんに聞いてみる。簡単なこと。ドニグルとの戦いで私は英探の束縛から抜け出そうとしていて、すぐに手助けできなかったから、その間あなたたちの葬式のスケジュールや参列者リスト、その後の会食などを計画していた。それは少し先走りすぎてないか。いや、葬式の類はもう必要ないかもしれないが、食事の方は時期としてちょうどいい。ああ、そうだね。お腹が空いてたよね。ちょっと待って、食事の話を始める前にあの犬の方をちゃんと見張った方がいいんじゃない。それは安心してもいい。私が束縛している以上、影から力を得ることはもうできない。今老朽に現れている怪物もあなたたちにとっては簡単に倒せるもの。しかしドニグルの場合、どんな個体にあっても料理されることになるだろう。優秀の美って言うだろう。お前たちに構うだなんて確かに面倒だが、ま、自分がやらかしたことの後始末はしてやる。よろしい。ずいぶんとわきまえてるじゃない。それでご飯を食べたらもう一度出発するのか。元の計画に戻って他の術を探しに行くとか。それにしても他の術はどういった存在なの？リトストみたいに、信じがたいような感じ？いっそのことあなただけが簡単に理解できるおかしな思考パターンって言ったら。それについてはうちじゃうまく言えないな。でも誰を先に尋ねるかはちゃんと考えておくよ。何しろ中にはうち以外にも相当優しい人もいるし。これほど衰弱してるなんて、私どれくらい寝てたの。はあ、まずは私の銃を見つけに行こう。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。